はい、えー、まずはスタートは4番ですね、えー、大槻選手が取りに行きました、えー、となると、えー、大槻選手の前は今日は新山選手が走りますので、えー、新山恭平選手がスタート前ということですよね、えー、3番、4番が前、えー、そして2番のモラハ選手がいますので、えー、ここは関東勢がその次のラインということですね、えー、そして、えー、その後ろには6番、9番太田選手に園田選手、えー、ここはもう並んでますけどね そして最後方には今、古性選手がいますけども8番、1番、7番という形で脇本選手、古性選手そして東口選手とこのライン3者が後方となります。 えー、このレースはやはり、えー、レースを、ねえー、振り返りますと、えー、まず、新山選手が前を取ってい、えー、ったわけなんですけどもね脇本選手はもうこの時点で前に取って引いた形になってますのでね前の選手全員見れますので脇本選手の仕掛けどころというのは、えー、もう周回中から、えー、もういつ行こうかなというね、えー 感じでもう後ろから丸見えなのでねやっぱり前を取らせて引かせた方が展開にちょっと、ね、変化が出てきたのかなとも思うんですけども、えー、やはりこうなってくると、まあ、新山選手が、えーまあ、突っ張るのであればまたね面白くなってきたんですけども、まあ、このまま、えー、ね、えー、他のラインが抑えてきて引くとなるとやっぱり脇本選手の出番かなという感じですよね、えー、前から2番目を取ったのは吉田拓也選手です。 前から2番目を取ると結構、ね、先方の幅が広がりますので、ねえー、1回切ってと、えー、いう形にもなるんですけども、まあ、このレースは、えー、大谷祐馬選手が、ね、今映ってましたけどもえー、今回さえ1着1着で圧勝してますので、ね、大谷祐馬選手の積極的なレースっていうのが見られましたよね。 残り2周半の青バンバックを過ぎてから太田龍馬選手が前を押さえ行いったんですよね、この辺も調子の良さが伺えますね、そして誘導員の後ろに入ったところで各牽制が始まるんですけども、もう少しここ中段の選手が上に上に、ね、行って脇本選手を後方に置いた方が良かったのかなと思います。 えー、そ,そうすると脇本選手の仕掛けがもう少し遅くなったのかなと思いますね、えー、新山選手がスパートしたところで大月選手が離れてしまいました、えー、そして、えー、脇本選手もねもう力でそこの番手に入るので甘んじるのではなく力でねじ伏せましたねやっぱりこういうところが脇本選手はちょっと、えー、違うな強いなと思います、えー、もう最終バックでは脇本選手の積極性で古生、えー、選手東口選手までね出てしまいましたから、まあ、太田選手がまくりに行きましたけども古生、まあ、選手が 振り向いて、え、ここから、え、抜きに行きます。え、胡椒選手はここ抜くんですよね。やっぱり胡椒選手はさすがグランプリ王者ですよね。え、素晴らしいレースでした。え、九、一番、八番、七番というね。え、千八十円という形のゴール決着でした。